低気圧が接近し北日本では天気下り坂となりそうですね。そうですね、低気圧発達しながら北日本に近づいてきます。今夜から明日の朝にかけては北海道、道北、道東の内陸を中心に湿った雪となるところがありそうです。はい、予想気圧配置見てみましょう。今夜9時です。日本海北部で低気圧が発達しながら今夜9時には北海道の西の海上に近づく見込みです。明日の朝にかけて低気圧は道北あるいは宗谷海峡付近を北東に進んでいく見通しです。その後明日の夜からは北海道方面、冬型の気圧配置となって上空寒気が流れ込むんですが、ただその前の段階、今夜から明日の明け方にかけても先行するこの低気圧の雨が湿った雪となるところがありそうです。はい、北海道方面のお天気の分布予想を見ていきますと、夕方6時以降降水の範囲が広がっていきます。渡島半島などを除きますと降り始めは湿った雪、その範囲が深夜から明日の未明にかけて全道に拡大していく予想です。はい、で特に道北ですとか道東エリアの内陸では明日の朝、早朝にかけてですね、湿った、着雪するような雪となって、場所によってはかなりの積雪増加となるところがありそうです。はい、明日の日中は次第に雨に変わり、そしてその後冬型が強まる明日の夜以降、日本海側を中心とした雪となる状況なんですけれどもね、これまでも雪すでに積もっているところ、明日の朝にかけて、湿った雪でまた路面状態など大幅に悪化する恐れがあります。そのあたり合わせてご注意いただきたいと思います。はい、今日の夕方6時から明日の午後6時にかけての、主に低気圧に伴う湿った雪による積雪増加量です。はい、道北および道東の内陸など冷気のたまりやすいエリアを中心に5センチから、多いところでは20センチ近くの積雪増加となる見込みとなっています。はい、最新の情報を引き続きお気をつけください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。